島黒龍丸。遥か神話の時代に災いをなし、世界を漆黒の闇に閉ざした黒い竜。その骨より削り出したと言われる伝説の刀。黒龍の邪悪な魂を内に宿すこの刀は、強大な魔力のゆえに竜の一族によって開闢以来封印されてきたのだった。ひとたび封印を解かれれば、大気に渦巻く邪念、地底に染み渡る怨念をかき集め、柄を握る者に無尽蔵の力を与えた。その果てについには魔王となさしめると伝えられる。しかし秘められたその真の力は、伝承者たる竜の一族でさえ決して知ることはなかった。そして竜剣、竜の一族に古き時代より伝えられるもう一振りの刀、すなわち邪悪と戦いし太古の戦士がこれをもって黒竜を倒したという。竜の牙より削り出したこの刀は、やがて竜の一族の末裔ハヤブサ流の忍者たちによって現代に受け継がれてきた。そして今、竜剣は一族の若き忍者竜ハヤブサの手に握られている。すぐ壁へジャンプし、そのまま駆け上がれ。縁にぶら下がれば左右に動ける。登るも降りるも左スティックとジャンプボタンで意のままに。
忍者なら壁ぐらい走っていくがいい。壁に向かって走り込み、ジャンプするだけ。すぐ壁に向かって飛べ。そして壁を蹴りつけ、さらに飛べ。これをアスカ返しという。アスカ返しを連続で繰り出し、高みを極めよ。迫り来る攻撃にはガードボタンを押し続け、確実に防御せよ。防御なくして生きながらえると思うな。
方向キーの左右で霊薬を選択し、方向キー下で使用せよ。己の挙動を止めずに、より素早い処方が可能となる。防御姿勢で左スティックを倒して身を翻す。
それすなわち裏風、いかなる強襲をも切り抜けられる。よく来たな。見上げたもんだ。そうか、龍拳をな。すなわち兄者はまだ山ごもりというわけだ。ああ、龍拳を俺に託して山にこもったきり一年が経つ。親父の求める境地など俺にはわからん。やがてわかるだろう。さすがに城の息子よ。お前の腕もそう捨てたもんじゃないさ。片やついなす暗黒拳黒龍丸は里に置き去りということか。黒龍丸は龍の一族に伝わるも、その魔力の家に封印された刀、何人も触れることはできない。それが掟だ。無論、しかしそれは宝の持ち腐れというものだ。魔力こそが刀の進化よ。いや、差し出がましいな。俺は龍の一族ではない。様。